人的なお知らせなんですけれども、今までメインストーリーのシナリオは、1本の再生リストにまとめて追加していましたけれども、今回の13章は、細かいシナリオがかなり多くて、見直すのも大変なので、13章だけは再生リストと別にしようかなと思います。もし見ていただける方がいましたら、再生リストが別になってますので、また見つけてください。それと、いつもシナリオは、録画はしてあるんですけども、公開するのは1日1本って大体決めてはいるんですけども、やはり今回ちょっと数が多いというか、1分もない動画っていうかシナリオがかなりあるので、ちょっと1日に3、4本公開するかもしれませんけれども、お知らせがたくさん行く方がいましたら、ご迷惑をおかけいたしますけれども、ご了承ください。お知らせはそのくらいなんですけれども、あと、ちょっと追加で進んでいる方は、気がついている方はいるとは思いますけども、プロファイルのところに報酬が全部というか受け取れる報酬がありますので、ここは全部取り忘れないようにちょっと注意してください。ではまたマイペースでやっていこうと思います。よろしくお願いします。